はい、クランです。今日はですね、光栄テクノゲームズと LINE ゲームズが共同で開発しているスマートフォン向けの新作アプリ、大航海時代オリジン、こちらをですねプレイしていきたいなと思います。まだですね、日本国内でのサービス開始は3月7日ということなんで少し早いんですけども、ちょっとね遊んでいこうかなと思います。海外ではもうすでに配信されています。韓国で大人気、グローバル版ということで、まあ韓国以外にもですね、まあ全世界で配信するということで、グローバル版のタイトルはアンチャーテッド・ワールドズ・オリジンということで、大航海時代ですよ。いよいよスマートフォン、あとねパソコンでもできるらしい、 Steam でもね同時配信されるということなんで、まあどのクロスプレイ対応なんで、まあどうここでねプレイしようかっていうのはね、いろいろ迷うところだと思います。今日はですね Android 版でやっていきたいなと思います。さあ西暦1500年だから、少し昔のね歴史をこうたどるような感じになるかなと思います。来ましたね、なんか光栄テクノゲームズらしい。まあ開発自体はね LINE の方が担当してるんだけど、まあ光栄テクノゲームズが監修ということで。修理は終わったか。ちょっと壊れたけど大丈夫よね。帰ったら組合に行って謝礼をしなきゃな。いいわ。出発の準備ができやした。提督、フェレロ様。おう、ロッコか。どうしてまたそんなに深刻な顔で。何か聞こえたような気がするんだ。お前はどうだ。音ですか。わしにはよくわかりやせんが。そうだな、気のせいだろうな。さあもう出発できるか。このロッコにお任せください。わかった。では懐かしき故郷に帰るとするか。この 3D とね、このフルボイスのストーリー、とても基本プレイ無料のねゲームとは思いません。今度はどこにお供いたしやしょうかい。ん、結構ね自由度が高いんだよね。果敢に進め。この船を操ってこの大航海が楽しめる。もちろんスマホ向けにもね、気をつけないとな。まあ簡単な操作でいけるようにはなってる。全員旋回に備えよ。この目的地に移動とかね、結構自動で行ったりもできます。もちろん自分でね、このよそ見しないようにするんだぞ。冗談が過ぎやすぜ。よそ見しないようにするんだぞ。ん？気をつけないとな。このロッコにお任せください。大航海時代と言ったらですね、海賊、そして海戦ですよ。で一応ジャンルは MMORPG なんだけど、シミュレーション要素がね強いんですよ。くそ、なぜこんなことが。これはちょっと待った。さあ海戦が始まりましたね。許されないことだ。いかにも悪そうだ。さあこいつで苦しめ。総戦力、これ勝てるんじゃね。
ザ大航海時代おなじみの総員戦闘態勢に入れ。これで機戦を制するぞ。このロッコにお任せください。このマニュアルでも操作できるし、オートバトルもあるんで、まあ、PC でやる場合は結構ね、このマニュアルでバトルするのがいいかもしれないけど、スマホでやる場合はさ、オートでも十分いけるから。今だ、発砲。もう射程距離があるんだよね。今だ、発砲。で、ゲームはですね、アンリアルエンジンでできてて、まあ、見ての通りすごくグラフィックがね、勝ったのか。いきなり序盤で負けたらくじけるわ。怪人戦もあるのか。沈んでいく。お、しまった、勝ちましたね。何を騒いでるの。一発やっちゃうわよ。さあ、そして、何を騒いでるの。残らず片付けて。時代を感じるよね。1500年だからさ、まだこの刀で戦うみたいな。助けてください。どうしてこんなことが。私の出番が回ってきましたか。ご一緒に踊りませんか。さあ、この戦いに勝てば勝ちか。なんかこの辺りはいかにも光栄テクノゲームズのゲームらしい。光栄テクノゲームズって言ったら、あの信長の野望だとかね、三国志、歴史シミュレーションが本当得意なね会社なんで。おっと、いかにも悪そうな海賊。これはクリシド海賊だ。これ無理じゃね。巨大な機関だな。船の大きさが違いすぎる。隙は見逃せない。これはいきなり序盤でこれかい。大砲を撃て。すげえな、大砲すげえな。大丈夫か。ねえ、ちょっと気を引き締めていくぞ。こんなことで。戦術を変更する。そう、戦術がね、いろいろ使えるんですよ。火力集中。さあ、これで耐えられるのか。お、苦しど。みんな気を引き締めていくぞ。さあ、いけるのか。今だ、発砲。戦力的にはかなり厳しそうだ。なんという。このままじゃ危ない。これは、ん、何が起きた。お、重火事いっぱい、全速前進。
知徳、大変です。火事が言うことを聞きやせ。なぜこんなことが。いきなり台風なのか。これは何が起きた。インド航路の開拓と新大陸に続く新航路の発見は、ヨーロッパ全土に熱狂的な冒険と交易の風を巻き起こした。多くの人々が航海に旅立ち、その一部は莫大な富と名声を手にしたが、ほとんどは歴史の波間へと消えていった。それから20年後、大航海時代。新航路の発見と航海技術の発達で世界は一つにつながった。衝突と交流によって世界は急激にその姿を変えつつある。そして今、新しい時代の冒険家たちがそれぞれの事情を抱えて大海原へと漕ぎ出していく。近づいてくる運命の大きなうねりに気づかぬまま。さあ、セビリアの造船所に向かっていきます。この作品はですね、大航海時代シリーズの2がベースになってる。さあ、セビリアに着きました。だから大航海シリーズやっていた方はなんか聞いたことあるようなね、登場人物がたくさん出てきます。さあ、造船所戻ってきたのか。さあ、ここは船のパーツをね、購入することができます。さあ、そして交易所。おう、出航されますか。さあ、出航しましょうか。出航するときには、まあ、水とかね、食料を補給してから行った方がいいかなと思います。さあ、これで11日間、バルセロナ前進。さあ、バルセロナに向かって航海と。グラフィックが綺麗だよね。これはなんだ、海賊強盗団。これはやっちゃっていい人だよね。時々味方もいるんで。さあ、戦闘発生と。さあ、オートバトルでいきます。容赦しない。さあ、戦力的には多分いける。やられたか。しまった、何かに捕まらねば。積極的に行こうかしら。あれ、楽勝じゃねえか。絶好調だ。無事だぞ。さあ、砲撃。今は行ったんじゃないの。慌てずに。さあ、これで。覚悟を決めたやつから戦う。一応バトルでね、負けてもまたやり直せるんで。いいんじゃないかな。まあ、でもなんとか勝てそう。一応ね、ターン制のバトルになってます。来ましたね。さあ、レベルをね、どんどん上げていきます。アルゼ集金艦隊との戦闘に勝利。いましたね。さあ、戦闘開始。前進。
さあ今回はそこそこ強そう、そこそこ強そう。さあ序盤はですね、基本的にはこのストーリーに沿ってね、シナリオを進めていけばいいかなと思います。さあ戦闘目標、戦闘開始です。容赦しない、燃やし尽くすわ。さあ行きましょうか。こうしている場合では、さあ攻撃戦、解放の威力は絶好調だ。ここでこうなると。行きましたね、意外とあっさりと。さあ戦利品ゲットしました。さあロドリゲス、さあ捕まえました。まあ、これは捕虜にすればいいんじゃないの。燃え上がる炎のように、ね、どんどん上げていきます。消えざる炎とならんことを。 MMORPG なんでこの育成要素がね、いろいろあります。そしてバルセロナの交易所へ移動。さあ着きましたね。バルセロナ、スパニアの領地と。消えざる炎とならんこと。さあそして交易所で、さあ受け取りました。ようこそ交易所へ。前進。さあ次はセビリアの道具屋にこの鉱石をね、配達します。このゲームはね、この海戦のこの戦闘だけじゃなくて、この貿易みたいなね、要素もかなりあります。だから安く買って高く売ったりね、頼まれた依頼をこのこれをこっちに物を運ぶとかね、いろいろあります。するとね、ご褒美がもらえるんで。さあ鎧がゲートできました。これはね、バトルで非常に役に立ちます。さあそして司令部、さあここで指令を受けて、そのね、任務をこなしていきます。さあ補給してまた行きましょうか。おお、出航されますか。さあ次はリスボンに移動していきます。この海が綺麗だよね。今スマートフォンはですね、まあ最新のスマートフォンではないんですけども、それでもですね、十分綺麗です、アンリアルエンジンで。さあ宿屋に行きます。消えざる炎とならんこと。燃え上がる炎、消えざる炎、燃え上がる炎のように。さあ航海士をね、探しましょうか。何のご用件で。ご宿泊ですか、お食事ですか。カタリーナ、さあ説得してなんとかね、航海士として雇っていきたいなと思います。準備万端ゆえ心配なきよ。さあ契約。さあそして交易所でですね、まあ物をね、安く買ってそれを高く売れるところに持ってきて、ようこそ。でその差額でですね、利益をね、得たいなと思います。さあ小麦を買いましょうか。この変動してるんでまたこれが面白いよね。だから安く買って高く売るみたいな。さあ行きましょうか。
さアルジェに着きました。ここはオスマンの領地。さあそしてここの交易所はどうなの。さっき買ったやつよりも高く売れればその差額でですね利益がね得ることができます。交易所へようこそ。だからそこがこのゲームの面白いとこだよね。さあ売りましょうか。さあ次はイスパニアの戦艦隊の襲撃を防御ということで、いましたね。さあ戦艦隊が攻撃を仕掛けてくると。時間内に作業を完了してください。さあ今回ちょっと強めですね。戦闘力が7700。10ターン以内行きましょうか。お前の相手は進路よし前進。分かった。基本はねオートバトルでいいかなと思います。横っ腹に突っ込むのだ。しまった。沈んでいく。お、いい感じじゃないですか。やられたか。さあ2ターン目。我らの船を受け止めてみよう。しまった。よっしゃ。捕まらねば。歯応えのない相手ね。ちょっとやられましたけど一応勝ちましたね。撃沈と前進。フランコ。おっとどうしたどうした。ちょっと嫌な予感が。ん？また戦闘か。ちょっとやばくね。艦艇の動きが妙です。お、どうした。敵の戦列から火が上がっている。なぜか自爆していく。助かった。あの漂流物は何だ。味方なのか。よくわかんないけど。フランコ、とりあえず引き上げよう。捕虜として拘束する。敵なのか。燃え上がり炎のように。学びこそが人生。何をグズグズしている。燃え上がる炎のように。